Standing by. 変身 Complete. Standing by. 変身 Complete.よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずはハンダさんからご挨拶お願いいたします。はい、仮面ライダーファイズ犬井匠役をやらせていただきましたハンダケントです。本日よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、仮面ライダーカイザー草加正人を演じました村上光平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらが初のタッチパネルを搭載した本格スマートフォン型液晶変身ベルト、CSM ファイズドライバーネクスト、こちらです。はい、まあ、20年の時を経て進化しましたね。初のタッチパネル搭載のスマートフォン型の液晶変身ベルトで、これタッチをしてアプリを呼び出して変身できるアイテムになっていると。そうなんですね。で、はい、もういろんなものをこう呼び出しますから、例えばこう今まではね、こう物理的にこうブレードのは引き抜いたりとかそういうことしてたんですが、これはもうアプリでもうバッと出てくるという、もうシャッと、そう極めて未来的な、はいはい、ようやく、ガラケーを卒業しまして待ってました、はい、もうね、だってもうファイズ20年前じゃないですか、はい、で今の、まあ、僕よりもはるか下の世代っていうのは多分ガラケーというものをね触ったこともない世代が多くいると思うんですよね。ですからこうオリジナルのファイズフォンっていうのは、まあ、あれはあれでいいんですけども、なんだろうかこの電話という違和感にようやくこう解決策が見出されたと、はい、スマホに、スマホです。ちょっと大きいんですがね、その分強いという、うん、いや、はい、なるほど。え、これは、はい、でも変身の仕方もそうするとちょっと変わってきたりはする、まあそうですね、はい、オリジナルは折りたたみを開くという動作ありましたから、うん、はい、それがまあ割愛されるんですが、まあ、基本的には大きくは変えてません、うん、映画でも。なるほど、はい、少しだけじゃちょっとスマホだけにちょっとスマートな感じ、スマートね、ちょっと時短で、はい、ちょっと短く、はい、短く、素晴らしいです。いやでもですね、もう一つ一点ご覧いただきたいと思うのがあります、うん、こちらです。はい、こちらでございます。 CSM ファイズドライバーネクストに続きまして CSM カイザフォン20の商品化が決定しました。いやありがとうございますありがとうございます。素晴らしいです。こちらの商品が付属したバージョンのパラダイスリゲインドの DVD ブルーレイが発売されるということなんですけれども、はい、うん、村上さん、はい、新しくなりましたね。いやー、まさかまさかカイザまで新しいの出ると思わなかったんでね、はい、本当に嬉しいです。はい、うん、もう見てください、このゴールドのかっこいいボディ、はい、はい、それでね、液晶もちゃんとついてて、はい、さらにこれ CSM に刺すことができるんですよ、はい、あ、そうです、そうなんですよ、そうなんです、なんで、はい、はい、お求めやすい価格になってる、通信販売感がすごい、そうそうですそうですよね、全部揃わなくてもいい、この部分はオリジナルのもの一緒ですもんね。そうそうそう、ね、そうなんですよ、はい、はい、いや、ね、あとね、はい、カイザフォン20って名前もいいですね、はい、はい、XX って書いて20なんですけども、もちろんまあ20周年って意味と、あと、あ、そうですね、ローマ字で X が10なんで、あ、はい、はい、20周年って意味と、あとそのギリシャ文字のカイザーのにもかかってると、うん、はい、と思ってるんですけど、はい、あれという解釈でいいんですかね、でかいいのかな、はい、でかと僕は思ってます、はい、なんで、はい、名前もいいな、表記がいいなみたいな、うん、かっこいいですよね、やはりね、はい、先ほど話にも出ました、発売済みの CSM の改ざんギアにセットして変身できるということなので、はい、お持ちの方もね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、うん、はい、さてですね、お二人が、まあ、匠と草加として、まあ、再共演されましたそのパラダイスリゲインドですけれども、はい、もういよいよ2024年公開というふうになっておりますが、はいはい、もう撮影は終了されて、はい、撮影は終わりまして、はい、完成作品も我々は見ました、はい、はい、いかがでしょうか。もう何と言っていいんでしょうかね、こういろんな思いっていうのもあったんですけども、仕上がったものを見てこれはもう自信を持って、ファイズファンの方、またあるいは初めてこれをね、君ファイズをご覧になる方にも胸を張って見ていただきたいって言える映画になりました、はい、はい、本当です
ね、すごい満足感あったよね。そうだね、終わった後にね、うん、ちょっとやっぱ見るまではドキドキしてたし、そうなんですよ、はい、やっぱ20年経ってるんですよ、はい、はい、で10周年の時に何もやってないので、やっぱりそのね、ファンの方からしたらもうその20年前から一気にこう飛んでしまうということもあったんで、そのただ ねこれがね、やっぱ20年っていう時間はかえって良かったんじゃないかなって気がしますね、はいはい、こう熟成されていろんなものが、はいはい、あの10年だとねまだちょっとあの変な若さが残っちゃってたから、はいはいはい、もう今やすっかりね、はい、もうすっかりですもんね、10年ですもんね、すっかり、あとね、はい、今日ほら60秒あの告知動画アップされたじゃないですか、はいはい、なんであの、まあ、ちょっとネタバレもしていいかなと思うんですけど、うん、僕あのね20年ぶりにカイザーに変身したんですよ。え、そうだっけ。そうなんですよ、今まで本当あのディケイドとか、はい、ライダー対戦とか、ジオ、ゲイツマジェスティと出てるんですけど、あの変身後の声だけだったり、あ、変身解除だけだったり、はい、それ残念でしたね。そうなんですよ、だから満を持して、はい、20年ぶりに変身したんです僕は。どうですか、こう溜めすぎたりしませんでした、あまりにこう、そんな長くな長い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 みたいな、はいはい、いやいや、うん、それはなかったと思うんですけども、やっぱこの20年というね月日を経た、うん、こうヴィンテージ、はい、ヴィンテージな変身だったんじゃないかと思います、うん、熟成された変身をご覧ください。はい、はいはい、ご覧ください。もういつまでもこの二人の軽妙なやり取りを聞いていた いたいところではあるんですけれども、はい、もう一つちょっとですね、ぜひ今日せっかくなので見せていただきたいものがありまして、はい、変身ポーズを見せていただけませんでしょうか。はい、もちろんでございます。よろしいですか、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、あ、じゃあ僕の方から続けて、はい、はい、お願いします。じゃあ私からやります。スタンディングバイ変身Complete. Standing by. Listen. Complete. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ一応初お披露目ということでよろしいでしょうか。そうですね、新しいタイプはね、はい、新しいタイプは、はい、あのこの動作がなかったことに気づきました。気づきましたね。そう押してもうそのまま上げます。はい、スマートです、はい、素晴らしい、ありがとうございます。もう一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。ここでもう一つニュースがございます。映像に登場しました新しい仮面ライダー、仮面ライダーミューズ、こちらの変身ベルトも商品化が決定いたしました。素敵ですね。こちらはねブルーが基調になっておりますが、CSM ミューズドライバーは2024年予約開始予定ということになっておりますので、ぜひ皆様続報を楽しみにお待ちください。さあ明日からのなりきりワールドでは、このなんと3アイテムともミューズも含めですね、3アイテムとも会場に展示しておりますので、ぜひイベント会場で近くでご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。しばらくいただきます。はい、中井さん、特段のスマイルでございます。あ、草加スマイル。ありがとうございます。